こんにちは。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。1本前の動画は12月に撮っていたので、これが今年初の動画撮影です。最初の動画はパーツクラブさんの福袋を購入したので、そちらをご紹介したいと思います。夢袋の B とちょこっとビーズと、あと UV LED ライトを購入しました。ライトとビーズはオンラインで福袋と同時に購入して、福袋と同時に発送されました。初めてのライトなんですけど、またこれは別でレビューできたらなと思います。ビーズは丸大1種類、丸小1種類、特小と2種類購入しました。ゴールドが欲しかったんですけど売り切れでした。そしてそれでは夢袋の B を開けていきたいと思います。 B はビーズとパーツ多めの福袋です。キティちゃん、キティちゃんか。うち隅っこ派なんですよね。クリスタルのキティちゃんのチャーム。これは何だろう。リボンがイチゴになってて可愛いですね。あとはこんなチャームと、これもチャームかな。どうしよう、これは使わないですね。誰かにあげようかな。次はこの基本パーツみたいなところを開けてみます。まずはメタルフープ六角形、5個入りです。綺麗ですね。続いて貼り付けリング台 10mm、 正方形で深いタイプです。ここがずれるからフリーなのかな。続いてフォークリング、カターナ 6mm、 10mm。 こんな指輪もあるんだ。指輪を作ったことがないので、また作ってみたいです。続いて、チタンポスト貼り付けピアス、10×14mm。楕円形の貼り付け部分があります。続いて、これ、書きます。まずはアクリル半円 12mm、 4個入り。ちょっとベージュみたいに動画では映ってるかもしれないんですけど、可愛らしいちょっとくすんだピンクです。カポションです。後ろにこの穴が開いてあるのは何なんだろう。続いてくるみループギンガムチェック 32mm、 布がくるんであるなんだパーツです。それからカラーフープ約 28mm、裏はこうなんていうんですか、ちょっとデコボコした感じの金属です。ワインレッドかな、いい色です。続いてフロッキー花びら 12×9mm、 冬のアクセサリーに良さそうです。もう一個花びらパーツ、マーブリング約 18×13mm、こっちは春か夏かかな。続いて台付きのラインストーンです。ライトローズ4つ通し穴 5mm。 じゃ綺麗ですね。材質はアクリルかガラスかどっちだろう。
4つ穴が開いています。キュービックジルコニア 5mm、 ジルコニア綺麗です。台座は少し深めの台座、穴が4箇所開いています。続いてアクリルビーズ夏目変形 24×12mm、 藤色に白いマーブル模様になってます。それからアクリルビーズ円形です。こちらはグレーに白のマーブルです。続いてカラーエポフラワー 29mm、 かわいいな。ちょっと貼り付けは難しいのかな。ここだけ貼ればいいのかな。こういうミルキーとくすんだ水色好みです。それからフロッキービーズ約 12mm、 ちょっと動画では真っ赤に映ってしまってるかもしれないんですけれど、ワインレッドよりの落ち着いた赤です。これも冬のアクセサリーに良さそうです。それからメタルカラーフラワー約 17mm、 結構高さがあります。この袋の最後はアクリルアンティーク風ビーズコイン約 10×10×5mm、 両面模様があります。なんかちょっと黒飴を思い出すな。結構好みのパーツです。で次はこのビーズの袋に、天然石かな、天然石の袋に行ってみます。まずはシェル約 10mm、 綺麗なピンク色です。それからデュモールチェライト 4×6mm、 紺色ダークブルーの石です。初めてこれ知りました。ソロバン型かな、ソロバン型だ。続いてライトアメティスト約 16mm、 穴が開いてます。続いてターコイズ、ターコイズって言ったら水色と青緑みたいなイメージだったんですけど、こんなすごい緑って感じのもあるんですね。 8mm のターコイズ、練りってなんだろう、練り。続いて白サンゴピンク染め 20cm 約 5mm、 アマゾナイト約 3mm、 薄いちょっと緑みのある水色です。動画ではちょっと白に見えるかもしれません。実際もう少しだけ濃い色です。それでは最後のスワロの袋に行きたいと思います。まずはラインストーンかな、タンジェリーシマー約 5mm です。輝きがとてもいいです。綺麗だな。続いて同じくラインストーンのこちらはライトコロラドトパーズ、大きさは 5mm です。それからこちらもラインストーンかな、クリスタルサマーブルー 6.5mm、 白も水色、ちょっと先ほどのキラキラとは違う感じのクリアな感じです。それからクリスタルイラゼ、クリスタルイラデサントパール、大きさは 6mm です。ガラスパールですかね。ゴールドに緑がかったパールです。それからクリスタルパウダーイエロー 12mm、
近くのなんていうんだっけこれこう尖ったやつ続いてクリスタルメタリックライトゴールド6ミリです。メタリックなクリスタル、透明感がないタイプです。それからクリスタルイラデ3とグリーン 8×6mm、 ほんのりグリーンです。最後クリスタルローズゴールド F 14×10mm、 若干汚れが、拭いたら取れるかな。これも透明感のないタイプです。ピンクっぽいゴールドです。結構たくさん入っていました。個人的にはビーズの量が物足りなくて、私の場合はビーズ中心の C の福袋を買った方が良かったのかもしれないと思いました。来年同じような形態で出されるんだったら、今度はビーズ中心の福袋を買ってみようと思います。以上、パーツクラブさんの福袋プラスアルファの購入品のご紹介でした。最後まで見てくださりありがとうございます。それではさようなら。